先生の魂は誰にも犯されない。トラウマを背負った男が出会ったのはまるで黒い悪魔のような男。お前ならこっち聞かせろ。古池屋変わず俺は男が好きなんだよ。先生感動した。お前に先生と言われる筋合いはない。本当に何も見えてねえのな。絶望の淵に立った男が選んだのは果たして再生なのか。俺は俺、お前じゃねえよ。傷ついた自尊心を回復したいから、壊したくて。ありがとう。俺はやっと人間に。恋焦がれ歌え。